今回はね、こちらですね。これは、ホンダのね、NSX ですけど、NSX のこのブランド、赤いマークがついてると、タイプ R になるんですよ。でもこれは赤いマークが、まあ、ないから、まあ、NSX と、しますね。で、実際こう裏見ても NSX としか書かれてないんですよ。だからこれは、ノーマルタイプになりますね。で、タイプ R ではないやつになる。で、これはまあ貴重な日本製、今にはないもう日本製でございます。で、こちらの方をね、NSX としてまあご紹介させていただきますとですね、コールフレールをベストハンドランカーカーと言わしめ、数々のブルファイを入れながら15年もの長きにわたって生産された NSX を語るには、一つには一冊の本が必要だと。ホンダが持てる技術と情熱の全てを注いで作ったこの車は、ほぼ10年の準備期間と機能的なデザインによるコンセプトの露出を得て、1989年2月、折から同時発売されたマツダミヤータ NX5、ユーノスロードスターや日産 300ZX、フィアレディ Z の登場で沸くシカゴショーでプロダクションモデルのプロトタイプがデビュー。一気に会場の高校を進む。正式な、日本発売は1990年の9月だったんですね。で、日本車初のスーパースポーツをメインとなるアメリカのマーケット、そこでの通称アキラ NSX を意識し、台でも乗ることができる快適な高層性能性を目指した結果、スターニングは半球型のドームで移住性を改良し、乗客のトランクを確保する目的で、テールが延長された車内幅が採用されると。で、首都圏を個性的だったのが人工車として世界初となるオールアルミニオボディ作りだ。ボディはモノコック構造からアウターパネルに至るまで 99% アルミ製で、これだけ 115g の軽量化を達成し、目標サイド 5g、PS の馬力数値に近づくと、常に40馬力にもマシンプラント。で、接着に名前の3倍以上の大電量を残す空上の理由もあって、栃木で専用工場が建設された。で、ミッドシップに予告されるエンジンは、同じ90度 V6 でも、レジェンド同様とは別物で、ボディパワーは90センチ×ストロークは78メートル、オーバースクエア型は8000回転までも上る。エネアだから VTC 付き DOEC2977C 以上、自撃症上辺の社会自治馬力、7330.5g、5400回と発生した。ギアボックスはツインプレートクラッチ付きのゴスクエティの他に4台テーブルをされ、後者は7500m リビレット、265馬力を制限され、独自の遅延となった。動力性能250キロ、重量14.0秒以下とされ、実際我々シリーズは10秒直行に行ったとされ、それを失う13.8秒を記録した。サスペンションは前後とインボール型のダブルブッシュボンだが、驚くべきアームバルーンはもちろん、リアのサーブネームに至るまでこれまたアルミニウム製であったことだと。1990年タイプ R を追加、1995年ドライブバイワイヤーシャーケル2色 AT を含むマイナーチェンジをタイプ T に追加、1997年 3.2 リッター化、6台 AT を含むマイナー、1997年のタイプ S 追加、1999年排気圧制、2001年内外装変更、2000年新タイプ R 追加、2003年コンチを終えて、2005年4月に生産が終了したということですね。で、これが1990年から、2005年に、なったということですね。で、2001年に時に出た時に、トミカでもこれ出ましたけども、形がちょっとこう、顔つきが大きく変わったんですね。その顔つきが変わったのが、前はリトルダブルヘッドライトだったんですが、まあ、これが2001年の時にはもう廃止になってしまったんで、それがもうリトルダブルライトがなくなって、その、まあ、普通のライトっていうかな、まあ、そんな感じになりました。だから、どっちかというと、我々はその後期型の NSX も好きだけど、まあ、初代の NSX、ライトがウィーンと開く、この状態の NSX が、まあ、好きだったなと思いますね。で、これは内装なんかもね、豪華でね、革張りで非常に豪華でした。私がやってる、私がね、いるところで、近くのところでもね、その NSX をかつて持っていた、家がありましたね。で、まあ、バブルの時にそれを買ったんだって言ってましたけど、バブルの時に新車でね、1000万ぐらいで金かけて、1000万ぐらいの新車を買ったって言ってましたね。まあ、ところがこれは時代がだんだんね、そういう時代が厳しくなってきちゃって、昔と比べてね、厳しくなってきちゃったから、まあ、そういう車はもう、もう、泣く泣く手放したみたいでね、売っ飛ばしちゃったみたいだけども、
まあ非常にもったいないなと思うね。だからある意味そういうことも考えて、そういう車っていうのは価値ある車を手に入れようと思ったら、まあそういうことも考えた上で買わないと、非常にある意味後悔して、まあもったいないことになるよっていうことですよね。そういうのはね、見極めれるかどうかっていうのが、まあ車を選ぶ上ではある意味こう必要なことではないかなというふうに思います。でもなかなかこれはいい車ですよ。あのリトラブルブラケットライトがまだついてた頃でね、今自動車会社がね、それはね、国が作るなとか言い出したからね。だから作るなっていうよりね、国がまた許してリトラブルヘッドライトっていうのまた作るようにすればいいのにね。その方が一番いいのよ。デザイン的にもすっきりするし、デザイン的にもかっこいいし、実用的だってね、なんていうのかね、デザイン的にかっこよくてすっきりしてて、それでいてこう使わないときは収納して閉めると、で使うときだけ開くという形ですね。まあ、たまにこれを何回も使ってると、たまにここの部分が故障して、電気の部分が故障してボタンを押しても動かないってことがたまにあるみたいだけどね。だけどまあほとんどはないですよ。でこのスポーツカータイプね、このリトルダブルヘッドライダーが一番いい理由としては、スポーツカーってどうしても車高が低いですから、地べたに這いつくばって運転したいような感じなんですね。ですからその時になると、駐車場なんか行くと、まあ、前が見えにくいわけですね。だから私みたいに背の小さい人間だと余計前が見えないわけですよ。でそうするとそこのところのこの、まあ、車間距離とか駐車場を止めたりなんかするのに、このリトルアップトラのヘッドライトでこのライトがビーンとパカッと開くと、で開くとなると、まあ昼間だと夜中だとこれが開くんで、まあ感覚が分かるわけですよ。でそれでボンネットとこの車を運転したところ位置の感覚が分かるから、非常に運転しやすかったんですね。だから今そういったことを見ない車やめちゃったから、やめちゃったっていうか、国が禁止しちゃったから、そういう車が作れなくなったっていうのは残念ですね。こういう車だった方が一番安全なんですよ。だからそれを途端に作らなくなるっていうのはね、これはおかしな話だと思うんだけど、まあそういうことがあって、今はそういう車が作られなくなってしまったっていうのは非常に、残念であるなというふうに思います。というわけでどうもありがとうございました。